オープニングモノマネ、袖にはけてくる役者。よし、絶対このチームで優勝するぞ。俺たちの友情は永遠だ。うわあ、そこミスった。出番です。うわはい、皆さんこんにちは、まじめと細部です。はい、今日もね、こちら六本木俳優座劇場からストレーシップパラダイスの本番中の楽屋から、お届けしたいと思います。今までね、フレームメイドのメンバー全員紹介してきたんですが、なんとここでもう一人ご紹介できることになりました。それではお呼びしたいと思います。フラグメントエッジのちゃんはるさんこと柳瀬はるひさんです。オープニングちゃんはる、はけてくるちゃんはる。俺たちの友情は永遠だ。行くぞ。拍手。いや、もうね、はい、今の即興でね、急にやっていただいたんですけれども、あの、私がやれって言ったわけじゃないですよ。見てたらやりたくなるちょっとね、ちゃんとやりたいですね。ちゃんとやりたいですね。ちゃんとやりたいですね。あの、オンとオフの役者の表情をね、はい、やれていただきました。大体疲れだからこうして。あ、そうね、こうしてこうしてすぐ水を飲みに行く。で、歩くときも足を立てられないから上の方でこうやって歩くということで、改めまして、ご紹介いたします。今回ですね、ストレーシップパラダイスでレンリ、ヒヨクの2役を演じられているちゃんはるさんです。イエーイ。ようやくね、憧れのはい、放送ぶり、やっと時間が飛びましたね。ほんと遅くなっちゃってごめんなさい。いや、もう稽古場からね、なんか撮りたい私も出たいんですけど、そうそうそう、行ってからね、はや、こんなね、の本番中になってしまいましたけど、明日千秋楽です、明日千秋楽。そうなんですよ、ね、残念。いやいやいや、もう出ていただいて本当に感謝感謝でございます。じゃあまず、あの、初めにですね、簡単にで大丈夫なので、自己紹介を、はい、自己紹介、はい、柳瀬はるひです。4月28日生まれの大型です。まあ、芝居はまだ厳密にはそんなに初めてが経ってなくて、そうなんです。もともとフラグメントエッジも一生さんでオファーされて、で、あんまりにヒロイン見つからなくて、じゃあやるってなって、一番最初の海がめくれるっていう作品に出たのがフラグメントエッジとの関わり最初で、そこからちょっと出るようになって、で、活動自体はフラグメントエッジ4年目とかなんですけど、私が入ったのが2年前ぐらい。なるほど。で、今は劇団員というかメンバー。そうですね、メンバーとしてあるさんちゃんはるさんと、あと大井さん、大井さん、今さんに、はい、まあ、その構成員さんに、はい、やってるっておりますことなんですけど、はいはい、で、今回、あの、ね、唯一の、まあ、劇団員というか、あ、そうですね、メンバーというかという感じで、ちょっとみんなとはちょっと違う視点でご参加されてるかなと思うんですけど、はい、どうですか。いや、本当に、なんかフラグメントエッジはね、難しいんですよあの、アンサンブルさんも含めて、うん、とにかくきっかけも多いし、なんか、まあ、感情を優先しつつも、なんかちょっとタイミングは音に合わせるとか、なんかそういう、こう、いろんな、もうセリフのこととか、役だけじゃない他の視点も大事になってくるような、なんか演出なので、本当にね、皆さんがここまでやってくれて、いや、本当にお世話になっておりますという感じです。キャストの皆さんも、スタッフの皆さんも、本当に、ね、天野くんのわがままじゃないけども、天野くんの完璧主義にちょっとみんなついてきてくれて、ありがとうございます。いや、そんなことないです。なんかね、もうみんなでね、実は、あの、天野さんのことをね、ちょっといじったりしてるって実はね、いや、それはね、薄々私も気づいてますけどいや、なんか愛されキャラみたいな。そうですね、ちょっといじられキャラ販売に、そう、いじられキャラ、本人がね、いじられキャラ体質だから。あ、そうなんですね。じゃあ、さっき衣装で会ったっていうことだったんですけど、今回もキャラクター原案、原案ですね。あの、衣装デザインも、衣装デザインと、あとその髪型とか目の色とか、そういったのは、じゃあビジュアルのやらせていただいてみたいな感じですね。なるほど。それが、その時の名前が椎茸大臣でそうね、その時だけ名前変えてるそうなんですよね、ちょっとペンネーム的なものに憧れた結果、あんまかっこいいの思いそうなので、好きな食べ物しいたけで、偉くなりたいから大臣っていう設
大臣って名前に。なるほど。いやみんなだからその名前が違うからまずはちゃんはるさんがそこまでやってるってわからない人もいると思うんで、ぜひここはちょっとアピールしていこうかな。本当にね、はい、どうしよう、しいたけ大臣って思われるのはちょっと嫌だ。そうなんか名前がこうしいたけ大臣ってテロップで出るのはちょっと恥ずかしい。アーティスト名の時と芸人の時と名前変えるみたいな。そうなんですよね、ちょっとね、統一したくはなっていう、ちょっと柳瀬春日をね決してしいたけ大臣にはなりたくない。いや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 、ちょっとねイメージ的な、イメージ的にちょっと、ね、誇ってるんですよ、自分のその仕事とか名前とか誇ってるんですけど、ちょっとしいたけ大臣だけで行くの嫌だから、ね、一本ではね。今回こう、うん、役があるじゃないですか、はい、ね、しかも二役、うん、で一人二役で、まあこのなんですか、今回の作品で唯一なんですけど、今までやったこととかあるんですか。今までないですね、なんかなんて言うんですかね、その一人二役とは違う、なんて言うんだろう、まあ翻訳があって、なんかこうアンサンブル的な立ち位置でも一瞬出るとかはあったんですけど、全く違う人間を、うん、全く違う人間っていうのもあるんですけど、まあ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 、全く違う人間を二人いっぺんにやるのは今回初めてで。そうなんですね、なんかすごいいろいろ評判がね私のところに入ってくるんですけど、嬉しいことに。ちょっとその肥沃と倫理についてね、ちょっと語りたいことをね、はい、そうですね、でも肥沃と倫理はすごいやっぱり、ま、迷いつつやって声も変えなきゃとか、ギリギリで変わりましたもんね。変えましたね、左右も反転させてるけど、でも左右反転してるのって分かるかそれだけでみたいな。立ち姿とかも、うん、なんか肥沃は割とこうスッて立ってるけど、倫理はなんかこっち側にこう寄っかかって立ってることが多いとか、役作りでなんか結構肥沃はずっとニコニコしてるけど、倫理はなんか結構って顔してることが多いみたいな。そういう登場から衝撃的ですもんね。そうなんですよね、うん、なんであんなにあんな態度取っちゃうのかなって私は思いつつでもそこからのギャップですから。そうなんですよね、出てのちょっと聞いただけで泣きそうになっちゃう。すぐ泣いちゃうもん。ね、あちょこちゃんね、ネタバレにならない範囲で言うと、うん、まあ、肥沃がなんかこう言った言葉みたいなのって祈りであり呪いだなみたいな、うん、なるほどね。これそれは結構大事なキーワード言ってますね、うん、そうなんです。うん、見た後でもね、この動画見てもらっても楽しめますね、これは。それはすごく感じてます、なんか肥沃の方が、うん、まあ、ある種わがまま、優しいしわがままだなみたいなところはあるので、うん、そこも見てもらいたいなというところですね、うん、はい、もうね、これはいろいろ言いたいんですけどね、袖でどうなってるかっていうのはね、ちょっとあえて秘密にしておこうかな。そうですね、そうそうそう、うん、もうあれは2人いるもんだと。そう、あれは2人いるから、る別に私がなんか変えてる大変だなとかはないんですよ、はい、そう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 、スパスゴムには2人いるんでオープニングとカーテンゴールに1人しか出てこないだけで、しかしね、出ないだけで、逆にオープニングの時に出てる人とカーテンゴール出てる人違うから。あ、なるほどね、変えてるの、違うんです、サービスで変えちゃってるから、オープニング出てる人いやー、なんかね、ここまでかなり濃厚にお話を聞いたんですけど、最後に私、真面目とお付きに対して質問を一つ、質問ですか、はい、してもらいたいな。すごい真面目とさんの第一印象まで最後終わってるパターンが多いから、はい、めっちゃ見てる、すごい私考えてきたの。第一印象、いいですよ、第一印象、第一印象は、はい、第一印象教えてください。なんかすごい最初、それこそ稽古が始まる前の事前稽古の時に私は初めてお会いして、はい、最初真面目とお付きってこう名前だけで見た時に、さぞかし面白い人なんだろうと思ってすごく私はもうハードル、お笑いとかがね大好きなので、いやこれはさぞかし面白い人来るぞと思って結構行ったら意外と静かで、一発目だったからだと思うんですけど、分かんないから意外と静かな方で、やっぱその芸人さん気質の方ってやっぱりプライベートとかは静かなんだって思って、そう、良かったです。なんか、はい、その時も青野くんと話してて、はい、真面目とさんって意外と静かだねって話してて、でなんかここからなんかどうなるのかなみたいな、面白いことやってくれるかなみたいな話をして、でそしたらなんか3、4回目ぐらいでなんかすごい本領発揮してあ、面白い人だみたいな。そう、でもやっぱビビリなんで、はい、初めての人しかいないっていうまではちょっと様子を伺うっていう、その真面目と牙を隠してる。そうなんです。でもね、今ではね、もうみんなとね、
仲良しですから。いや本当にだってね、ツイッターとかでもね、なんかマジメイトさんの虜になりました、面白いですとかコメント結構あって、お客様ね、そう、ありがとうございます。本当にね、はい、面白いです。真面目だからこそ面白いんですよね。ありがとうございます。ふざけようとしてるわけじゃないから。ジャガルさんとね、こんなちゃんと真面目な話をしたのは実は今初めて で、普段はもうしょうもないコントとかをね。そうね、あ、そうだ、それでもやさんに最近、なんかマネージャー業にもされてマネージャー業ですか。あ、そうなんですよ。はい、始められた。そうなんですよ、ちょっとね、なんか担当してるタレントがね、本当ですか、ちょっといるんですけど、今回なんか出演者の方に。そうなんです。ちょっとちなみにお名前、ちょっとね、入江沙羅っていうチームの今押してるんですけど、フレームメイド。そうなんです。あ、すみません、お世話になってます。頑張ります。頑張ります。いや、なんかあの今日も本当に袖から見てるから、うん、いいから落ち着いて。はい、うん、土曜日とか気にしなくていいから。はい、自分のペースで、はい、輝けるから大丈夫。わかりました、ありがとうございます。OK、終わったらね、社長と食事行くからね。はい、今日もね、朝来て、タレントよりね、早く入られて、はい、で、タレントの化粧前をね、片付けて整えて、あとで写真載せときます、ここに。すごい綺麗にきっちりしとこうみたいな。そこまでやるってね、こんなに出ずっぱでやってる。ジャージ畳んでね。そう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 。という素晴らしいマネージャーさんでもあるチャンアルさんに来ていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。明日いよいよ千秋楽ですね。本当に。はい。これからあと3ステージ一緒に駆け抜けたいと思います。頑張ります。それでは皆さん、またねー。またねー。ありがとうございました。